北国新聞ニュースをお伝えします本格的な雪のシーズンに備え金沢市は今日市中心部のバス停に除雪用のスコップを設置しました金沢市は2004年度からバス停周辺を快適に歩けるよう地域の住民やバスの利用者に除雪に協力してもらう 思いいやりの行きすかし運動を行っていますこの運動に使うため市内中心部のバス停9か所には来年の3月中旬までスコップが3本ずつ置かれます。このうち本田町3丁目のバス停広坂21世紀美術館では金沢市道路管理課の職員2人がきょう専用のボックスに アルミと鉄製のスコップを入れました市の担当者はバスを待っている間は少しでも雪かきに協力してほしいと話しています年末年始の需要期に向け河北型観宅地一帯でカガレンコンの収穫が行われています 金沢市湖南町の干拓地では、今日青空の下で生産者がまるまると育ったカガレンコンを掘り出していました。生産に取り組む金沢市の農地組合法人デマンドの藤田元本さんによりますと、カガ野菜のカガレンコンはお生母用に人気が高く、収穫のピークはおせち料理に使う需要が高まる、 今月二十日以降になるということです。藤田さんは、年末年始にかけて、地元産の野菜を味わってほしいと話していました。コロナ禍で足りない実習を補おうと、教師を目指す金沢大学の学生が、昨日、金沢市内の料理学校で調理に取り組みました。 この調理実習には、金沢大学の学校教育学類生活科で学ぶ3年生など19人が参加しました。生活科の授業は、もともと実習が中心です。しかし、今年は新型コロナの影響で4月と5月の授業がオンラインになり、対面による十分な実習が行えず、担当教員の 太教授が実習を企画しましまた実習は金沢市長町1丁目の青木クッキングスクールで行われ授業の一つとして加賀野菜を栽培している学生たちが原助大根のタッカルビや五郎島金時のスイートポテトなど4品を作り活用法を学びました。学学生たちは料理学校の講師から 大根は冷凍した後に煮物にすると柔らかくなるなどと説明を受けていました金沢で親しまれている若い力を運動会で披露した東京の小学生から金沢市スポーツ事業団に達成感を味わえたといった感想文が届きました 東京・あきる野市にある菅尾学園初等学校の5・6年生28人は、先月7日の運動会で集団演技の若い力を披露しました。この学校の教諭が子どもの時に金沢で若い力を体験していたことをきっかけに、新型コロナを防ぐため、接触を避けられるとして、組体操の代わりに採用されました。 若い力の資料を送って協力した金沢市のスポーツ事業団には、運動会の写真や DVD とともに、おととい感想文が届きました。感想文で子どもたちは、一つのことを協力してやり遂げられて良かった、などと達成感を伝えました。スポーツ事業団は、感想文をホームページなどに載せて、 引き続き若い力の魅力を発信していきます女子サッカーのなでしこリーグでプレーした金沢市出身の北川香菜さんが救急救命士を目指し金沢市消防局で働き始めました北川さんは小学生の時からサッカーに打ち込み 県外の強豪高校や北陸大学を経て、当時なでしこリーグ2部だったアンジュビオレ、広島などで4年間プレーしました。その広島時代の2014年8月に家の近くで起きた土砂災害の際、救助現場で一心不乱に突き進む。消防士を見て憧れを抱き、2017年に現役を引退しました。そして！ 29歳以下が条件の金沢市消防局の試験にラストチャンスで挑み、今年8月に内定をつかみました。現在、警防課救急救助係の一員として消防士をサポートする北川さんは、救急救命士の勉強は大変だが、一人でも多くの命を助けたいと意気込んでいます。 動物を描くイラストレーター、松本新之助さんの作品展が野の市市内で開かれています。自閉症の松本さんは、緻密で表情豊かな動物のイラストを描いています。学びの森野の市カレードの会場には、来年の東京オリンピックにあやかり、ボクシングをするカンガルーやカヌーに乗るライオンなどを、 カラフルに表現した53点が展示されています作品展僕の中の動物たちは今月22日まで開かれ松本さんの繊細なタッチを見てもらうため虫眼鏡を貸し出しています明日午後2時からは会場の学びの森野の,の市カレードで松本さんが 人を動物に見立ててユニークな似顔絵を描くイベントも予定されています中野戸町は出席率の低い敬老会の代わりに来年から地区ごとの長寿を祝う催しに補助を出すことにしましたこの方針は昨日開かれた 中野都町の総合教育会議で町側が示しました中野都町は町内に住む75歳以上の人を全員を招く敬老会をおよそ550万円の事業費で実施していますしかし敬老会の出席率はここ数年17%から20%に低迷し今年は新型コロナの影響で 経老会が中止になりました来年以降の敬老会の開催も不透明な状況にあることから町の財政負担を抑えることも考え敬老会の廃止を決めました新しい制度は地区ごとの長寿を祝う催しに対して参加人数に応じて2万円から5万円を出す方法と1人当たり 500円を補助する方法で支援することを検討していますでは次のニュースですコロナ禍で苦境に立つ地元の飲食店を応援しようと七尾市の中島地区で明日からスタンプラリーが行われます この中島マルシェグルメラリーは中島地域づくり協議会が企画し地区内の36の店が参加していますイベントでは今月27日までの期間中に参加店を訪れるとスタンプがもらえ5個集めると抽選で10人に3000円分の買い物券が当たりますまたカフェや菓子店など 12の店が限定メニューを用意しています中島地域づくり協議会は今年5月に行ったハッシュタグステイホーム中島マルシェでテイクアウトメニューを販売し好評を得ています金沢市などは今月12日に 男女で花のオブジェ作りをする婚活イベントを開催します。このイベント、咲かせて金沢、出会って二人は、独身の男女に出会いの場を提供しようと、金沢市と金沢公設家旗小売り小組合が企画しました。参加できるのは市内に住むか勤務する、 代代から40代の独身男女で会場は、駅西本町3丁目のレストランバー、インディゴです。12日の当日は、フラワーデザインの国際大会で入賞経験を持つ小西くさんの指導で、高さおよそ1.5メートルの花のオブジェを共同で作ります。定員は男女それぞれぞ人で 参加費は男女とも三千五百円です。申し込みは金沢市子育て支援課で受け付けています。金沢東女性ドライバーの会の会員が。昨日、年末の事故防止に励む警察署員にみかんを送りました。金沢東署には昨日。金沢東。 女性ドライバーの会の野沢文江会会野文長など、会員4人が訪れました。そして野澤会長が「体に気をつけて職務にあたってください」と段ボール4箱のみかんを贈り受け取った久田義弘所長は「賞を挙げて事故防止に努めるとお礼を述べました。